はい、えー、皆さん、こんにちは。鈴木森生チャンネルへようこそ。えー、このチャンネルでは、看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています。えー、今回のテーマは、重症熱症です。最初に熱症とは何かについて説明し、次に熱症の重症度について説明します。えー、熱症深度による分類と熱症面積について説明し、 えー、重症熱症の病態について説明します。特にその中で感染と軌道熱症についても説明します。えー、記憶に残る復習の仕方早期して保存について説明し、最後に重症熱症に関する国家試験過去問題を解説します。えー、熱による皮膚や声帯の損傷が熱症なわけです。えー、皮膚より深い部分として筋肉やあ骨膜がね、やけどを負うということも当然あります。 これをです、ね、別の言い方すると、熱という物理的な病院が原因で起きた急性炎症ですよね。そして急性炎症というのは重症になれば、え死、組織がえ死していいわけですから、皮膚がえ死してしまっているというものは熱症なんだというふうに考えてください。つまり、熱症っている皮膚の部分は、ある程度の深さまで皮膚が欠損しているわけですよね。 さあその熱症の重症度ですけれども、えー、熱症深度と熱症面積の2つで決まってきますまず熱症深度による分類です、えー、皮膚は、えー、表面から表皮神秘そして皮下組織の3層でなっていますけれどもまず表皮の角質層までなら1度の熱症というふうに言いますそして表皮の規定層までなら選択性2度熱症と言いい 神秘まで達していたら、浸達性2度熱症と言います。そして皮下組織まで達していたら3度熱症というふうに言います。この4段階に分かれると思ってください。まず1度の熱症ですけれども、これは急性炎症の摂取熱がありますよね、つまり後半赤い、疼、えー、痛痛、痛、え、い、ーね、熱感があるということです。これは えー、日焼けの症状を思い出していただければいいわけですね。あれが1度熱症ということになります。さあ、2度熱症になるとですね水泡水ぶくれができますので、別名、水泡性熱症というふうに言います。これも赤肢、熱、機能障害で考えてみると、まず、えー、灼熱感という熱感、えー、強い疼痛という疼痛があって、そして、知覚どんまという機能障害もありますよね。これ皮膚の 感覚器としててての機能が障害されてきているわけです。そして、えー、水泡はですね要は浸出液ですよね、えー、急潜症ですから血管透過性が更新して毛細血管から出てきた浸出液がたまったものが水泡、水膨れになるわけです、えー、これが浅い部分に、ねえー、あったらこれ洗濯性2度熱症神秘、えー、までの熱症で深い部分にたまっていたら 浸、えー、達性二度の死傷になるわけですけれども、見た目で違いが分かるかというと、表皮までの熱傷の場合には、その下に神秘の浅い部分にある毛細血管が見えるんですね。ですから水蜂腿、えー、水膨れの底がですね赤かったら、これは新達性二度熱傷だなで。逆に神秘まで焼けてしまうと、ですねその毛細血管も焼けてしまっているので、この水蜂ね水膨れの底がですね白かったら、 これはもう深い分、浸達性2度熱症だなというふうに、えー、考えることができればいいわけです。はい、3度熱症はあ皮,皮下組織に達していますから、皮膚は前層が壊死していますし、えー、感覚脂として働きませんから、無痛性ですし、浸、え、滅、ー、性が出てくる毛細血管もありませんので、乾燥しているということになります。 さあ次に今度は熱症面積なんですけども上がですね成人の熱症面積をま簡便に計算する方法でこれ9の法則と言います。えー、頭部9%、両上肢が9%ずつ、えー、体幹と背面が18%ずつ。 えー、そして、えー、足も1本、ね、前面と後面で18%ずつ、そうすると、ですねこれ9%に分けたものが11箇所あって、足すと99%なんですよね。で残りの1%は、ですね、まあ、便宜上、陰部。 1%, を、ね、1にしてそして100%というふうに計算します,、えっとですね。手のひらの面積が大体体表面積の1%ぐらいなので、まあ、陰部も、ね、手のひらと同じぐらいの面積ということで、えー、これが成人の熱症の面積を簡便に計算する9の法則というふうに言います。さああ小児、ね、子供の場合は成長によって変わりますけども小児にはです、ねまあ、5の法則というのがあってです、ね、これ頭部、肺部 あと両下肢、それぞれ15%ずつとすると4箇所で60%になりますね。両上肢は10%ずつですから2本でこれを足して80%になり、体幹全面を20%として計算すると100%になるという計算方法です。さあ、熱症の重症度はですねこの熱症震度と熱症面積で決まるんですけれども、 熱症面積の今の計算方法の中にはですね1度の部分を加えません、ね。もし1度を加えてしまうと、ね、日焼けはほぼ100%の熱症面積になってしまいますから、重症ですかってことになりますけど、ね、日焼けは決して重症のやけどではないわけですよね。2度と3度の面積を足して、えーね、今、ね、熱症面積を計算してみたら結構広かったという場合には、これが重症。 なな熱と重症熱症ととと重いうことになるわけですねつまり、重症熱症は熱症面積が広いほど重症ですし、あとですね軌道熱症があると、もうこれはもう最初から重症熱症になります。あとで説明します。えー、それからこれも覚えておくといいですね。高齢者の重症熱症はこれから説明するような病態に耐えられないので、えー、非常に生命予防が悪くなるということも、これもぜひ覚えておきましょう。つまり高齢者が 重症の熱症ということはすごいリスクなんですね。さあ、それではですね、重症熱症になったら、どういう、何が起こるのかという、ね、ことを、病態をまとめて考えていきましょう。まず一番最初に説明したようにです、ね、熱症というのは、熱という物理的な病院が起こした急性炎症ですけれども、重症熱症というのは、これはもう広い範囲、ね、まあ、極端な話、全身に作用してるわけですよね。 さあ急性炎症で何が起きるかというと、全身の毛細血管の血管透過性が更新します。この血管透過性が更新っていう病理学で学んだことをですね、結構苦手な学生さんってすごく多いんですよね。えー、ぜひですね、えーまあ、世界一簡単な医学の講義、ね、鈴木森チャンネルの世界一簡単な医学の講義の まあ、急性炎症のところで、ね、解説していますので、血管透過性の更新って何だっていう方はです、ね、ぜひぜひそちらもご覧になってほしいなというふうに思います。要は、ね、毛細血管の、ね、隙間が開くってことですよね。そうすると、その全身の毛細血管から水が、ね、血晶が外へ出てくる、これを浸出液と言います。つまり、急性炎症の時には浸出液が出てくるわけですよね。この浸出液が非常に重症で多量ですから、 血管内が脱水になってしまうわけですつまり、えー、血管内が脱水になるということは血液量が低下したということになりますよね。血液量低下すれば当然血圧を維持することはできなくなって、えー、循環血晶量減少性ショックになります。これも、ね、別の回で詳しく解説をしているので、えー、これがわからない方はそちらをご覧になってください。 つまり、やけどでショックになる、熱症性ショックになるということは、循環結晶量減少性ショックになるということなんです。この熱症性ショックから離脱するためにはです、ね、どうしても大量の有益が必要になります。それから、まあ、ショックは一般的にね、えー、全身に酸素が送りにくいわけですから、当然、気道の確保というものも必要になってくるわけです。いわゆるショックの処置が必要ということになるわけですね。 さあ、えー、熱症性ショック以外にですね、えー、重症熱症で起こりやすいものが感染ですよね。なぜならば、皮膚というのは全身を覆っている免疫機関でもあるわけですよね。皮膚があるから、ね、我々の皮膚の表面には、ね 100, えー、100兆個と言われる、ね、除剤細菌がいるにもかかわらず、 感染しないわけです。ところが、この皮膚が壊死してしまうということは、その部分の免疫力がなくなるということですから、感染を起こしやすくなるということになります。つまり、えー、熱症はですね、熱症初期から感染予防がとても重要になってきます。えーまあ、抗菌剤入りの、ね、軟骨を使ったりするわけですよね。えー、そして、この細菌感染から敗血症を起こし、ね、 えー、熱症性ショックとは別にですね、排血症性ショックを起こして亡くなってしまう方もいるわけですよね。こういったさまざまなショックに高齢者というのは耐えられないので、高齢者の重症熱症は非常に生命予防に関わってきます。さあ、最後は気道熱症です。えー、例えば、航空咽頭内にすすが付着していたり、左生、声が枯れていたり、それから調身でね、ラオンがひかれたりした場合にはですね、 えこれは軌道熱を疑いますでもし、えー、これが、ね、ちゃんとした施設であれば気、ね、道熱症を疑った場合には気管支鏡検査をして診断を、ね、確定した方がいいんですけれども、まあ、できる施設とできない施設は当然あると思います。でなぜそんなことが必要かというとです、ね、まず気道熱症そのままはものすごい難治性です。なかなかか治りにくいので それだけで患者さんの入院期間は長くいきます。そして、先ほども言ったように、気道の免疫力低下するわけですから、そこに感染すると、ですね今度はそこから肺炎を起こしたりして、まあ、肺炎から生命予防が悪くなるわけですよね。ですから、気道熱症はそれがあるだけで、重症熱症の一つに入れてくるわけです。えー、この気道熱症を疑ったらです、ね、ですぐに期間内相関を考慮します。なぜならば、時間が経過するにつれて、 急性、えー、症ですから、積子、通気の機能障害、気道が不臭を起こしてくるわけですね。気道が不臭を起こせば、当然、気道閉塞を起こして、生命の危険にさらされるからです。えー、実際に、えー、災害時のトリアージで、えー、気道熱症は最も優先して治療が行われる、傷病者1として取り扱われるということも、ですねこれも国家試験によく出てくるので、理解して覚えておきましょう。 はい。国家試験には確実に合格する学習方法があって、このチャンネルではランニングするディスカッションの頭文字を取った LTD ですよと教えています。国家試験には合格必勝の法則があって、それはみんなが知っていること、あなたも知っていれば確実に合格しますよということです。LTD をすればそのような状態になるので、絶対に合格します。LTD は記憶の三原則の記名保存早期にも適しているので、L 学習効率がとても良いですから、LTD を知りたいですという方はですね、学習方法の会をご覧になってください。それでは今回の復習をしましょう。SNS で今回学んだことを発信すると、それは早期の訓練なので、記憶に保存されて忘れません。Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、LINE など、何でも構いません。あなたの学びでクラスメートも、そうやって覚えてるのかと決めすることができて、とっても喜んでくれます。その時には、ハッシュタグ鈴木無料チャンネル、ハッシュタグ受賞熱章とつけてください。お願いします。 最初に重症熱症とは、ね、何なのか、えー、ということを説明してみましょうそして熱症性ショックについて説明し最後に軌道熱症を説明してみてください、えー、過去の国家試験問題です。身体の40%に2度の熱症を受けた患者で、えー、受傷24時間以内に起こりにくいのはどれかという問題ですよね まず身体の40%ですから広範囲だなと思いますし、2度の熱症ですから、これ熱症面積に加えられますよね。つまり熱症面積そのものがもう40%なわけです。ですから、一般的に受症熱症と考えていいでしょう。そうすると一番の電解質の異常起こるでしょうか、ね。血管透過性が更新して、体液分布が異常になってくるわけですよね。血管内のが脱水になってきたりすれば、当然血液検査をすれば、電解質の異常というのは当然あるわけです。 さあ2番ショックですけれども熱症性ショックという循環結晶量を減少性ショックになるわけですね。で3番感染ですけれども、えー、皮膚が壊死していますので免疫力低下によって、えー、感染を起こし、ね、場合によっては敗血症の原因になるでしょう。さあ4番拘縮なんですが拘縮、えー、はです、ね、熱症の後遺症として当然起こっていいわけですが。 拘縮の原因はですね、反痕ですよね、傷跡ですよね。これができるまでには当然時間がかかるわけですから、24時間以内に起こるとは、ねえー、言えませんよね。つまり起こりにくいということで、これが答えになります。さあ、顔面に広範囲の3度熱症を負った患者が搬送された。最も優先する処置はどれかという、ね、問題ですよね。えー これ熱症面積は書いていませんけれども、えー、まあ広くて9%ではありますがポイントは顔面ということになるわけですさあ1番疼痛の緩和ですけれども3度熱症は痛みがなかったですよね、えー、2番は気道の確保なんですがこの患者さんは顔面に、えー、広範囲の3度熱症って言いますから えー、これは気道熱症を疑う必要というのは十分ありますよね。気道熱症を疑ったらですね、えー、気管内相関をして気道を確保するという、ね、ことが必要になるので、これが正解ということになります。えー、3番、熱症部位の局所療法よりは、まず生命予防に関わる気道熱症の方の処置が必要になりますし、4番、精神的ショックの緩和も必要ですが、まず生命予防に関わる気道の確保の方が重要ということになります。 えー、災害時において最も優先して治療を行うのはどれかということですから、まあ、災害時は、ね、大,大量の障害者が、えー、発症しますのであ発生しますので、まあ、トリアージで考えるということになりますね胸髄以外の脊髄損傷の患者さんは傷病者2として取り扱われ獅子の単純骨折も傷病者2です、えー、下関気症候群、ねえー、最もあの生命用語とはあんま関係がないので 消防者3として取り扱われますが、え気道熱症は、えー、最も生命予後と関わってくるので、傷病者1として取り扱われますね。さあ、必死問題です。えー、これもですね災害時に最も優先して治療を行うのはどれか、脱臼、気道熱症、速乾節粘座、捻挫、過換気症候群ということで、これはもう必死問題ですよね。この中で、えー、生命予後に関わるのはどれかという問題ですから、ね、答えは。 になるわけですえ大量の有液が必要と考えられる救急患者はどれか2つ選べ、ね、えっと全学部の接操で出血しているオートバイ事故で両大体が変形しているプールの飛び込み事故で四肢が動かないこれ脊髄損傷頚髄損傷が考えられますよね スクワーク中に胸が苦しいと言って倒れる。まあ、狭心症や心筋梗塞が考えられますよね、えー。火事で顔面、胸腹部、肺部及び両上肢二度の熱症を負っている、ねえーね。顔面、これが、えー、成人だった場合、ね、顔面で9%、胸腹、ね、部で18%、肺部で18%、両、えー、上肢で18%ですから、かなり広範囲に。 ねまあ、2度ですからね、すべて熱症面積に入れるということになって、この重症熱症ということになりますよね。そうすると、大量の誘液ですから、えー、ショックであって大量の誘液をするものは何だろうと考えるとですね、まあ、出血性ショックと熱症性ショックですよね。出血性ショック、出血に関わるのこれ1番と2番ですが、当然、 ね、両大腿が変形しているということは大腿骨骨折腸管骨の骨折は実は大出血しているということを知っているかどうかということですよね。ということでまず一つは出血出血を起こす可能性がある、えー、2番とそれから、えー、熱症性ショックという循環血液量減少性触を起こす5番というのが答えになりますね。 はい。国家試験には確実に合格する学習方法があります。今回の学びが皆さんの役に立ったらぜひいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。えー、今回も最後までご視聴ありがとうございました。